更新まだ更新さよならチョチョボ放送 DJCD 第4巻前半メールストレームに飲まれて先生メルちゃんがスタジオに来ましたよ。おお、おとなしさんようこそいらっしゃいました。今日はよろしくねメルちゃん。さようなら、うん、おはこんばんちはなら。うわー、どうしたらいいんだ。これではラジオになりません。私たち一番ラジオ向きじゃない人を CD のゲストに呼んでしまったみたいです。仕方ないですね。じゃあおとなしさん、私にメールをください。先生がそのメールを読みますから。ピロリパラピリポラメル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 っていきなりそんな暴言を。メル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 、それは言わないでください。あのアメリカネズミに中の人などいません。メル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 、違います。猫鍋とはそういう調理的な意味ではないんです。メル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 、いくらこのラジオでもそこまでは放送することができません。絶望した。鮫島事件の真相に絶望した。一体どんなことが書いてあったんですか？つーか喋らないキャラをラジオのゲストに呼んでドラマ書くんじゃねえよ。相変わらず無能なポンコツ構成作家だな、この。ハゲ！ハゲ！CD おきの皆さんさようなら、二年ふぐみ担任、としきのぞみ役の神谷博史です。さようなら、二年ふぐみ、書籍番号28番、人を並役の新谷涼子です。そしてこの CD 前半のゲストは、皆さんさようなら、本当に帰りたいです。本当に帰りたいです。二年ふぐみ、書籍番号58番、おとなしめる役の斉藤千穂です。はい、ようこそいらっしゃいました。まあね、斉藤さんぶっちゃけ、はい、この番組に来る前から、はい、行くのめんどくさいです、行きたくありませんって言ってたもんね。違います。は、行きたくないです、行きたくないですって言いました。あ、めんどくさいですもうはっきりと行きたくないですって言っただけ。なんでね、はいはい、呼んでくれなかったでしょ。1回しか。何が？本編に。あ、本編の方にね。確かに、そうですよ。まあでも本編の方に1回出たら十分なんじゃね。だって1回しか呼んでくれなかったもん。それは俺じゃなくて審判にねえよ、審判。むしろ辛坊さんじゃなくてあれだよ、原作者に言えよ。もっとだって原作者の人知らない。嘘だ、あったことあるでしょ。あってる、あってる、あったよ、隣に座ってたよ、飯食べてる時にね。っ、なんとなくて生きてる。はいはい、そうですね。すごいあの背の高い感じのメガネはかけてはないけども、ね、茶髪の人ね。全然違う。そんなに背も高くねえし、そんなに茶髪でもなかったよ。普通の背丈だった。そうですね、うん、そう、黒と比べたら茶髪だったよ。真っ黒い人と比べたら茶髪だったよ。それなんかもうあなたの主観の問題になってるよね。そう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 ね、まあね、本当にひどいもんですよ。ありがとうございます。まあ、今回あの4巻に来ていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ一体どんな放送になるのか、聞いてのお楽しみですね。ここで止めた方がいいかもしれませんよ。帰るよ、いつでも帰るよ。何が？いつでも帰るよ。鍋では帰ったらあと30分だけ我慢してください。よろしくお願いします。では CD 前半の標語をどうぞ。絶望ネーム光ゴケさん、その他たくさんの皆さんから寄せられました標語。恥ずかしい絶望禁止。さよなら絶望放送 DJCD 第4巻前半。この CD はフィクションであり、登場する人物、団体、組織名、水先案内人は架空のものです。SZBH SZBH、 こちらはさよなら絶望放送です。ミニ番組だけのラジオです。では前半はこの番組から。新番組、愛しき望むの世界一受けたくない事業、略してカニラジラッシュ。こちらは普通のお便りを紹介する番組です。番組名はたくさんの方からいただきました。あざーす。ざーす。はーい、じゃあまず1通目いきます。はい、絶望ネームりょこたんさん、女性の方からいただきました。どう、千葉先生お久しぶりです。うっ、ゲスト決定と聞いて嬉しくてちょっと吐いちゃいました。ところで俗の絶望少女選手はメルちゃんの話も新規取り下ろしということは、もしかして千代先生は喋っているのでしょうか。だったら今まで買ってなかった DVD 買います。ほほー、喋ったよ。喋りましたね。はい、俗絶望少女選手は前の絶望少女選手でフォローできなかった少女たちの初登場回をフォローした感じになってるので、メルの初登場回はフォローしてなかったわけですよ、前のやつはね。なので今回フォローし直して、
でしかもちゃんと前はチワじゃなかったんだけれどもチワの声で撮り直したんだ、ね、スケジュール合わなかったから大人の事情を話さんでよろしいあと言ったねまあ来て撮りましたね、うん、その時あの残念ながらりょうこちゃんいなかったんだけどもそういなかったいなかったのそうだよいなかったいなかったよいなかったよねいなかったよなんとなく本当生きてるよね斉藤さんでもちゃんと仕事はしてるからいいんだよね、まあ、まあ確かにねそう、うんうんうん、結果論で物事は話すな結果論で物事は話すな喋った喋った、うん、ベッケンバウアーっつったもんえどこでベッケンバウアーって言ってるかはお楽しみですけどベッケンバウアー釣ったよちゃんと言ってなくね言ったよもうさバーンってなったとこでえバーンってどこバーンってなったとこであ私は知らないよ知らないよ いないから知らないよ、うん、聞いたことない言語喋るところでお前ベッケンバウアー釣ってるベッケンバウアー釣ったよあって言ってたの言った言った言ったなんかねあの意味のわからない言語を喋るシーンがあるんだけど、うん、あこれ原作にもあるんだよね、うん、あるあるあるでそこのところで、うん、なんか途中ゲロゲロ言ってたんだけど、うん、でもそしたらなんか飽きてきちゃって飽きてきてたねそうなんとなくベッケンバウアーが浮かんだんだよねそれ何ベッケンバウアー友達友達何人なんかサッカーが得意な人嘘本当に友達でしょサッカー得意な人でしょ友達そうそうそうほらその通りって言ってる友達なのになんか漠然とした印象しか持ってないよね、はいうん、ちょっと待ってあの白黒写真でしか見たことないから友達でしょだってちょっと待って友達なのにその程度の印象しかないってことは僕らとかよっぽどヤバいよないよねだって、うん、だって有名な人でしょベッケンバウアーってほらみんなね有名ですよなんか問題がすげえ変わってますけども、うん、なんかなんか、まあまあまあ、友達じゃねえよ、うん、な斉藤さんがぼんやり生きてるってことだけは分かりました、はい、次いきまーすはーい絶望ネーム、うん、コリオリの力さんからいただきました久しぶりはい千葉さんといえば納豆を腐らせたり、はいとてつもない大きさの冷蔵庫を買ってしまうほど、はい家事が絶望的な人という印象があり、はい、某雑誌でいい加減料理とかしますとおっしゃっていましたがその後どうですか味噌汁なら新谷さんが教えてくれますよなんだこれとのことですがしてるよしてるよ本当してるへーあのね夜間しかなかったんだけど夜間フライパンとあとコッペパンじゃないコッペパンだ何コッペパンって何ちっちゃいミルクパンあーコッペパンとミルクパンだすっげえ似てるけど片方は食えるけど片方は食えねえなミルクパンを買ったので一人分作れるんですよほうほうほう何作ってんのハンバーグハンバーグへーへーとか、うん、ミートソースとか、うん、ちゃんと合いびきをね自分で引いて、うん、引いてえ合いびきは引かないなそうだねもう引いてあるもん引いてあるやつをお前はやってるの肉の塊バンって言ってそう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 あそういうことやってるんだすごいなそうちゃんと牛と豚を買ってきて合いびきにしてあそうなんだちょっととある役者さんの友達ですごくお料理上手な人のお家に行って教えてもらってへえ今ブームなのあそうなんだじゃあもうこれは違うんだ ね同じが絶望的な人なんて失礼な話じゃないですか、ね、ありがとうございますねえ、え、何ちょっと待って家事が絶望的な人は違うわけですよね違いますよもう違うんだもんねなんでありがとうございますって言っちゃったのなんでえ、ちょっと待ってなんでありがとうございますって言っちゃったのいつ今言ったよなんなら今巻き戻してみるちょっと覚えてみるそれで私は跳ねるし、ナノキャリゲ動物です。だけじゃん、ね、もう家事が絶望的な人なんて失礼な話じゃないですか、ね、ありがとうございますほら言ってるじゃんなんで言ってんの知らねえよ誰だよ今の声よサノスケかサノスケじゃねえだろ俺じゃないほら今ちょうどお昼だからさぼーっとしたんだよねお昼とか言わないで、ねちなみに味噌汁ならですねあのリオコちゃんがすっごい得意なんですよ、うん、何味噌何味噌何味噌って何麹麹麹味噌りょうこちゃんが味噌汁すごい得意なんですよ 何の味噌汁だっけそれはきゅうりきゅうりきゅうりの味噌汁がすごい得意なんですよ得意って入れるの入れるよ入れるの入れる入れるえ入れないの入れるんだってえ逆に入れないの飲んだことないかもほらほあれなんだあれきゅう大きめのきゅうりなのしかもなんか全然ちっちゃくないちょっと太い感じのやつな、うんうん、ズッキーニズッキーニじゃない的なまあイメージなんだけどキュウリ入れない入れないああそうなんか美味しい美味しいですそれナスじゃないかな違う違うな違うんだって新谷地方で伝わる、うん、そうそうそう新谷地方でのみなんかこう伝承されているなんかなんだったらのとまみもやるはずだってああそうなんだそれ新谷地方出身なんだ石川だしああそうか聞いてみるよじゃあそうなんだ、うんうん、聞いてみじゃんえで何それが得意なのいやだからなんで得意か言われるか全然やらないの
私は、うん、全然やんないんだけど、この人間違ってるよ。じゃあ、りょうこちゃんもちょっとずつこれからやっていこうよ。やれるキャラになろうよ。私もそんなにやれないけど、やれるキャラっぽいこと言っとけば、とりあえずやれるキャラになるかなと思って。家事が絶望的な人っていう印象になっちゃうよ、りょうこちゃんも。そうだよ。気をつけて。私もブームが来ればやるんだけど、2週間ぐらいで。すげえでっかいファミリー用の、なんか。冷蔵庫買っちゃうの。冷蔵庫の中に。一人暮らしなのに。水とウィダーインしか入ってない。いかないよ。ちっちゃいの買えよ。やばい、これぐらいの大きさでいいよ。お酒いっぱい入ってちっちゃい。やばい、やばい、ダメダメ。はい、次行きましょう。はい、じゃあ次こちら。絶望ネーム、チワ新鋭大三坊さんからいただきました。三坊か、偉いな。チワさんは最近髪を染めたり、はい、歯を矯正したりして、はい、どこか大人の女性の香りが漂い始めました。ありがとうございます。今神谷さんの目から見てチワさんはどうですか？おお、僕がチワを見てどう思うかってことですか、はい、なんでそんな渋い顔しちゃった？いや、可愛らしいんじゃないですか？なんで私の目を見ない？まあ今日もね、なんでりょうこちゃんを見てたね。いや、でもちゃんとね、僕は毎週、まあ、某番組で会うときにね、はい、あ、斉藤さん今日も可愛いですよ、素敵ですよっていうことをちゃんと言ってる。っていう風にほら目を合わさないでよ、ね、完全にずっとりょうこちゃん見てるでしょ、うん、ちゃんと言ってたでしょ。だってなんかモテたいモテたい言ってる割にさ、ああ人の目を見て喋れないって致命的だよ。そうですけど、モテたいモテたいって言ってるんだ。言ってたよね。言ってますけど、今でも変わりませんけれども、な、人の目を見て、じゃあ見たら喋、なんかモテんの？モテるわけ？モテないけど。なんだよ。いいんだよ。ちょっとダメだよ。モテるでしょ。多分人の目を見て話すって。でもちゃんと言ってたじゃん。何がだよ。そんなに消えちゃってる。ちゃんとね、斉藤さん毎週可愛いですよ、今日も可愛いですねって言ってたでしょ。大体一通りみんなに言うでしょ。でもやっぱりさ、やっぱ下手な鉄砲数打ち当たるみたいなとこあるじゃん。あ、それだ。ただし、いっぱい打っとけ。いっぱい打ってるけども、下手な鉄砲がほんと下手くそすぎんだな。違う、それ目に見えすぎなんですよ、多分。あのみんなに言ってるって分かんない。やりみんなに言えばいいんだ。そうだよ。そっか、それだ。そうだよ。じゃあ気をつけます。気をつけて。でも最近の斉藤さんはとても可愛らしくて素敵だと思いますよ。はい。じゃあ続きまして、絶望ネーム、雨雲を引き連れて、女性の方からいただきました。はい。血のつながっていない妹として最近アジアで人気急上昇の神谷さんに思うことはありますか？あ、これ斉藤さんに質問ですかね。おお、なるほど。うん、ほんとね。ねえな、以上、ひとしき望むの世界一受けたくない授業、略してタニラジダッシュでした。愛しき望むの世界一受けたくない授業、略してタニラジダッシュは今回で最終回です。今までご視聴あざーした。また来世でお会いしましょう。ピロリパラピリポラ、おや、ピロリパラメールだ。件名は SZBHSZBH、 こちらはさよなら絶望放送ですと。本文はと、この CD を動画サイトにアップしたり MP3 配布すんなよボケだ。私が言ったんじゃありませんから、あくまでおとなしさんからのメールですから。 SZBHSZBH、 こちらはこちらは木村カエレさんのようにリスナーから訴えたいことを募集紹介し、有罪か無罪を決めてあげる番組です。はい、まずこちら、絶望ネーム右斜め後ろさんからいただきました。こちら逆だったね。宮田をゲストに呼ばなかったパニラジのプロデューサー、訴えるよ。なぜ新谷さんが呼ばれなかったのか真相を教えてください。だよね。言ってないです。言ってないか。言ってないよ。斉藤さん来てないんだよ。ちょっと来てないか。ちょっと、そうだよ。そうか。行ってない行ってない。そうか、うん、なんで来なかったの？わかんない。なんでだ？あるのもあんまり知らなかった。レギュラー日が。やっぱ被る？いやいや、どうだ。スケジュールじゃない？かな。だいたいみんなスケジュールだったよ。本当。じゃねえの？のいや、どうだろう。はい。なんで？だって宮田だよ。うん。私だよ。なんで？呼ばないよ。来ればよかったよ。行きたかったけど。大丈夫だよ。いいじゃん、じゃあ今パニラジ的なことやれんじゃね、二人で。時間あげるよ。何やってたっけ？何やってたの？え、スタッフ。スタッフ。スタッフ。あの頃思い出して。思い出して。スタッフ。第二外国語もしくは日語。ということで、はい、続いて読んでください。はい。手話と手芸がすげえ得意な修行僧。はい。手話と手芸がすげえ得意な修行僧。接地語です。手話と手芸が手芸得意な修行僧。手話と手芸が手芸得意な修行僧。はい。
パニポネーム、みそわにさんからでした。ありがとう。ありがとう。なに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 ということで、パニラジラッシュでした。引き続き、訴え料ですけれども、続いていきます。絶望ネーム、緑日&桃色ミカエルさんからいただきました。私が稼いだお金でチェロを買ったママを訴えたいです。斉藤さんはママにギャラをよく使われていたそうですが、うん、最近何に使われましたか。ね、額のシワを取るヒアルロン酸を入れました。タカコはヒアルロン酸入れちゃった、はい、ヒアルロン酸入れましたよ。ご機嫌でしたよ。ご機嫌だった。ご機嫌でした。あ、まあこの CD あんまね聞いてない、はい、あんまり人に聞かれてない CD とはいえ、はい、そういうことを公共のところで言っちゃダメだよ。なんで、シュアちゃんダメだよ。ヒアルロン酸って、ヒアルロン酸って、あ、え、法律って。いやいや、違う。タカコだって年頃なんだから。乙女心的に。そうだよ。なんで良くなったんだからいいじゃんね。まあそうなんだけどね。うん、でもほら元がさ、あの人ヒアルロン酸入れてああいう風になったのよっていう風に思われたら嫌じゃん。なんか綺麗になってたよ。まあならいいけどね。いいんじゃない。ちなみになんかチェロを買ったそうなんですよ、この人もね。ああ、チェロリスト目指してる。チェロリスト。あ、だから、タカコもチェロリスト目指すためにチェロ買ったじゃん。チェロリストを目指してんの。その後どう、チェロリスト活動は。チェロ活動。一個弾けるようになってた。何が弾けるようになったの。ちょっと待って。一個弾けるようになったの。はい。チェロリストを目指すって言い始めたの結構前じゃない。キラキラ星。キラキラ星を弾けるようになった。結構、あれだね、最初の方に習うやつだね、うん。もう飽きちゃってると思うよ、多分。聞いたことないもん、ママがやってるの。ママだってチェロリストになるって言ってたじゃん。チェロリストになるって言ってたよ。でもだってこの前血はヒアルロン酸するっつってたもん。それチェロリストになるための一歩じゃないの。そうなの。知らないけど、チェロリストで人前で演奏するからじゃないの。血はとかダメなの。いやだからやっぱりほら綺麗にしたいわけだよ。あ、なるほど。だけどチェロは、感想としては、うん、ありがとうチワちゃん、4ヶ月後もよろしく、あとパパが惚れ直すって言ってますっていう感想しか来なかったよ、シワに関しては。ははチェロ関係のことはもうここ最近ずっと聞いてない。何にも。ママそう、なんかね、母の日でプレゼントでやったんだけど、はい、ただ4ヶ月おきぐらいに行かなきゃいけないって言われて、私半永久的にその4ヶ月おきのヒアルロン酸地獄に。ヒアルロン酸ループに。3、4ヶ月ごとにママがやってくるわけですよ。あ、そうか。東京に。3、4ヶ月ごとに母の日のプレゼントをちょうだいって言うんですよ。そう。母の日が半永久的に続くの。すげえ便利だな、それな。そう。期間みたいな感じで、こう、3、4ヶ月に季節ごとにやってくるの、母の日が。それは、ちょっと高子にいっぱい食わされたな。いっぱい食わされました。相変わらず食わされたな。うん、ね。でも、母の日のプレゼントでしょって言われたら、そうだ、母の日のプレゼントだった、みたいなこと。お前ちょっと今かわいそうな子だった。その顔はちょっとかわいそうな子だったもん。よかったね、ラジオで。よかったよかった、ラジオで。それはやべえな。そうでした。ちょっと高子に気をつけろだな、相変わらずな。要注意人物だな。次私が読みますね。はい、絶望ネーム王三翔王さんからいただきました。あんなにあんなに可愛い千葉さんに対して、うん、お前と一緒に風呂に入っても全然ピンとこないとかいう神谷さん訴えるよマジで。訴えたらいいんじゃないか。別にそれに対して何も言うあれはねえもん。本当に？え、なんで？昔からです。本当に？なんで、なんで来ないんです？じゃあ俺がピンってきたらどうすんの？ピンってきたらどうするわけ？その、アクション付きはちょっと、ちょっと惜しい。伝えない。俺がピンってきたらどうなっちゃうわけだって。ピンときたってしょうがないじゃないですか。そうですよ。訴えたらいい。そうだ！ピンときたらピンときたら訴えるよ。だろ？ほら。確かに。もう、そうか、じゃあピンとこない方がいいんじゃねえの？だったら存在しない方がいいじゃん。切っちゃうか。おい、茶このピンク、このさ、このピンクも取っちゃえ取っちゃえ、取っちゃえばいいんじゃねえの。まあそしたらどっちにしろ訴えられないで済みます。そうだよ、もうピンともならねえしさ。そうですよ、あのにゃんこ先生とかさ、うちのティッシュとかと一緒だよ。ああ、そっか。むしろ可愛い、超可愛いってモテるかもしれないし。でもそれ、それはさ、明らかに見せてる状態だよね。超可愛い。俺がどういう時にそういうなんか披露するのか分かんないけれども、どっちにしろド変態じゃねえかよ。まあ、にゃんこ先生もティッシュも元からふわっとして可愛いみたいなとこがあって持っててるからね。あ、別にね、虚勢したからモテてるわけじゃないからね。でしょ、うん、ほらもさっとしてなきゃいけないわけじゃん。もさっとしてねえじゃん、人間だから。まあね、
もじゃもじゃふわふわしてないからね。そう、うなぎも生えてますね。アフロにすれば、え、何？アフロ。アフロ、頭？なるほどね。ちょっともじゃっとふわっと、ね、もじゃっとふわっと。アフロにするためにはものすごい長い時間美容院にいなきゃいけないんですよ。はい、勘弁してください。自宅でやればアフロキットみたいなの、そうか、ゲームとかしてればいいんじゃないですか。あっという間ですよ、うん、え、あっという間に10時間ぐらいでしょ。え、そんなかかるの。え、6、7時間とかかかるんじゃない。ゲームそんなかかるんだ。かかるよ、すっごいかかるんだよあれ。じゃあさ、なんかアフロになりたい人をいっぱい集めてさ、うん、全員でさ、モンハンとかやりながらさ、あ、そうだそうだよ、みんなでアフロにすればいいんじゃない。超楽しそう。あ、そっか、うん、それだったら結構時間は経つのは早いかもしれないけど、まずアフロにしたい人4人集めるのが大変いや、そんなことないよ、意外といる。だってある程度の髪の毛の長さがないとできないから、うんうんうん、ちょっと今の現時点ですでにロン毛でモンハンをやっていて、うん、さらにアフロにしたいっていう、うん、ていうかそもそも俺したくねえしあれ、なんかもう入り口がおかしい。気づいちゃったね。なんでアフロにしようけが、早く気づいて ね、飽きてたもんね、2人とも、うん、アフロの話も飽きてるから、早く気づかないかな。ああ、そうか。もうそうしてくれ。もう、はい、訴えるよ、並びに、パニラジダッシュでした。では、最後に一言。訴えるよ！訴えるよ！SZBH。こちらは、さよなら絶望放送。この番組ではリスナーからの悩みを受け付け、フーラさんのようにでも〇〇すればポジティブになると無理やり強引に解釈しやす。はい、1つ目、絶望ネーム、はい、アルミ男性さんからいただきました。時々彼女から知らない男の名前で呼ばれます。どうポジティブに解釈すればよいのでしょうか。お答えくださいこれはショックだな。そう、はい。でもさ、その名前が例えばさ、ヒロシさんでしょ、はい、ヒロシじゃなくてハリソン・フォードって呼ばれたらなんか、あ、俺ハリソン・フォードに似てるからかもって思えばいいんじゃない。ハリソン・フォードって、ね、あ、なるほどね、ハリソン・フォードだったらな確かにね。でも例えばタクヤって呼ばれたら、あ、キムタクかなみたいな、あまりにキムタク的なゆえにタクヤと呼ばれたのかなみたいな風でいいんじゃない。はあ、なんか気分がいいじゃん。そうかそうか、そんなに俺はキムタクかってなるほどね、うん、そっか、なるほど ね、それはいいかもそれですか、宮さん。うっそー、本当になんかちょっと血は信者になってるから、それで。いや、ちょっと待ってくれ、おかしいだろんそれおかしいだろ。なんで。例えばで仮の話ですよ、はい、僕がね、りょうこちゃんとお付き合いをしていて、はいはいはい、あ、おいおい、なんで仮の話が見えんだよいやいやいや、別に、ジオはそういう風に考えればいいわけだよね。例えばね、ジオコちゃんが今完全に、完全にもうほら、毒されちゃってるから、例えばお付き合いしてるとしましょう。で、普段はリョウコちゃんっていう風に呼んでるにもかかわらず、あ、チワさ、あ、さ、あ、ごめんごめん、リョウコちゃんさ、っていう風に言ったらどうする？もう私もチワ信者だから。だから全然いい。なんでもいいや。じゃあさっき会った隣のスタジオで会っためぐみちゃんの名前でもいいや。中島めぐみちゃん今さっき会ったんだけど、隣のスタジオで、はいはいはい、めぐみちゃん、あ、ごめん、りょうこちゃんさっていう風に俺が言い間違えたらどうするよ。だって超大人っぽかったもん。ああなりたいね、ああなりたいもん。おめえらどんだけポジティブなんだよ普段だったら絶対怒るくせによ怒るでしょ絶対的に。さあ、そう、私たちそういうタイプじゃないもん ね、そんなちっちゃいことで怒ったりしないもん、ね、そうそうそう。いや、怒るって絶対にそれはもうラジオだからでしょお前らラジオだからそうやって綺麗なこと言ってんだよ。絶対怒るよ、口きりたくなるよ。神が今なってた、うん、でしょ、神がってほらそうなるでしょ絶対的に。そんなポジティブに解釈できませんよ割とさ。あ、何、前の男の名前なのかな、え、誰だろう、うわ、あ、そういえばさっきさ、ドーナツ食べてたじゃん。あ、食べてたの、一緒の名前が、あいつと付き合ってたのかなみたいな風になるじゃん。そういう風になった時にダブルチョコって言ってた、ダブルチョコ、ダブルチョコ、チョコのドーナツっていう男心みたいなことですよ。ちょっとカロリーって感じの味がするんだ。だからやっぱり名前間違えられるのはすごく切ないので、これね、これなるべくだったら間違えないでください。はい、そうしましょう、次行きます。絶望ネーム、タニシさんからいただきました。おー、ありがとうございます。授業中、電源を切るのを忘れていた携帯が鳴り響きました、うんうん、着信メロディーは猫耳モードチワさんの可愛らしい声が教室中に響き渡り、その後の休憩時間から今まで普通に接してくれていた人が僕を避けているようになりました。どうしたらいいでしょうか。うーん、あー、まあちょっとした
あれですね、チワが私のせいってこと、チワが申し訳ないけれども、うん、チワに問題があったかもしれない。そちょっとだけね、私がね、うん、私にあったかもしれないかもしれません。じゃあこういう場合はどうしたらいいんですかね。私が消えるか。いやチワは消えたところで大丈夫だよ。タニシ、私がいるよ。え、どっち今お前消えるって言ったチョコにいるよってどういうこと。なんかどうでもいい、どうでもいい、どうでもいいやと思っちゃったもんね。え、むしろみんなを避けるっていうのはどう？避けるっていうのはどう？むしろこっちから、むしろこっちからみたいな。え、ほらなんかさ、避けられるとさ、あれあの人僕のこと嫌いなのかなとかさ、あれ私のこともしかしてなんか、あ、悪いことしちゃったかなとか思うじゃん。ガンガンみんなを避ければいいんじゃない？はあ、そしたらみんながあれ悪いことしたかな、あれあって気使われて、はあはあ、一生気使ってもらいながら、はあ、生きていけるからいいんじゃね、いいんじゃねっていう。おお、まあ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 、うん、なしじゃないとは思いますけれども、はい、悲しい人生ですね。悲しい人生ですね。とってもね。大丈夫だよ、葉月がいるじゃん。そうだ、葉月だけ。葉月がいるじゃん。ああ、猫耳モード、お兄様のそばに一生いるじゃん。あ、そうだな、そうだよ。言っとくけど、うん、私は葉月じゃねえよ。まあ違うだから葉月じゃないよ。それは言っとくけれど、まあ千葉はタニシのそばにはいられませんけれども、いられませんけれども、そのタニシが使っている携帯の中にいる葉月は、そうだよ、タニシのものかもしれませんよ。ずっと一緒にいようね、お兄様。お、本物だ。すごい、本物だ。すげえ本物だ。すげえお前似てたな、なんかな。結構似てたな、お前な。似てるでしょ、うん、よく似てるって言われるよ。素晴らしいね。次行きまーす。絶望ネーム、ジョジョのなんと奇遇な冒険。もうやめろ、これ。参加いただきました。もう何年も待っているのに大好きだったパニッテポニル、なんだそのアニメ知らねえな、パニッテポニルアニメの第2期が制作されません。どうポジティブに解釈したらいいか教えてください。絶望先生の3期は諦めたのでいいです。あー、パニッテポニッテのアニメ諦められた、諦められちゃったね。まあまあ、もう実際ないからしょうがないんだけどね。パニッテポニルアニメの第2期制作すればいいんじゃね。制作すればいいんじゃね。ああ、ね、あれだよ、ね、パニポニ5点を。ああ、そうだ、作れない。先生全然5点立たなかったのね。ねえ、だいたいアニメ化した作家のさ家ってだいたいワンナップするじゃん、あのグレードがさ、あ、そうだね、1個グレードアップするじゃん、まあ、お部屋が1個増えたりとかするんだよね。でしょ、うん、ペッキーはしたのかな。なんか相変わらずよくわからないゲームのとかやってるのかな。やってんじゃね。やってるのかな、うん、最近はメール来ないですけれども、うんうん、よくわからないけれども Xbox360 でおすすめのゲームないですか神谷さんみたいなメールがたまに来ていた。あ、でも私も来たんだよメール。なんか絶望放送のゲストおめでとうございます、はい、スタッフさんによろしくお伝えくださいって、はい、来ればいいのにね。来ればいいのにね。ね、でも来ても、まあ見学終わった後ちょっとご飯でもみたいな。あ、でもこの後あるから無理だ。うん、私もこの後ちょっと行きたいとこあるし、あセールとか行きたいし。あ、そうだよね、始まったね、セール始まったばっかだから、そう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 、ちょっとごめんね。じゃあ眺めて帰れみたいな。そうね、わざわざ、ね、まだ聞いてるんだよ。先生元気ですか。あ、なん、じゃあ、じゃあ日川ヘッキーになんか言ってあげたらいいんじゃないか。第2期、別にや、別にやってもやらなくてもいいけど、なるべくできるといいですね。皆さん、ポジティブになれましたか？あー、できるな。ではそろそろ人生もこの CD の前半もおしまいですということで前半終了なんですけれども、はい、斉藤さん以上なんですがいかがでしたでしょうか。ありがとうございました。やっと帰れる、やっと帰れるね。よかったね。ごめんな、なんかな、ね、30分もな、チワの大切な時間をね。本当に今日ほらやっぱセールさ始まったばっかだからさ、うんうん、行っておいで、行ってくるね。で、可愛い服いっぱい買っておいで。はい、ありがとう、もっといっぱい可愛くなってください。そうそう、ピンとくる、来ます。すごい、すごい台本、今対台本だった。
今一切見なかったね。下見てたから、ね、下見てたよね、うん、あんまりラジオであんまあんな台本見ない、ね、まあでもあの本線の方にもまたあの機会があったらいらしてください。よろしくお願いします。急に事務的で怖いね、怖いね、大人って怖い、ね、怖い怖い、うっせ。では前半はここまで、はい、担当は愛しきのぞみ役の神谷ひろしと人を飲み役の新谷涼子と音なしめる役の斉藤千和でした。それでは前半のお別れの一言、絶望ネーム葉月さん、その他たくさんの皆さんからのリクエストで絶望モードですよお兄様。さよなら絶望放送 DJ CD 第4巻前半。この CD はフィクションであり、登場する人物、団体、組織名、猫耳は架空のものです。さよなら絶望放送 DJ CD 第4巻後半、空中スコップ。あ、チリちゃん、やっとゲストに来たんだね。いらっしゃい。もうイライラする。おや、いきなりイライラモードですね。どうしたんですか。どうもこうもありますか。第1期第1話から登場している私がなぜ1年近くゲストに呼ばれなかったんですか。第2期から登場の大草さんや木戸くん、天津さん、一休さんまでゲストに来ているのに。先生、そこのところきっちり説明してください。説明と言われましても、ほら、あなたは南さん家でくつろいでいたり、図書館に勤めたりして忙しかったじゃないですか。それとこれとは話が別です。あー、ますますイライラしてきた。まあまあ落ち着いて、ポム。あー、触りましたね。また触りましたね。不可抗力です。そうはいきません。今度こそきっちり責任取ってもらいますから。しかしラジオだから絵が見えないでしょ。証拠不十分でなかったことに。ラジオで絵が見えなければ、それでいいのか。ごっ、チリちゃんがアニメでは自粛していた猟奇的表現を。先生の丸々が四角四角して、バツバツが三角三角に。これはもう放送コードを超えているわ。大丈夫、ラジオだから絵が見えないでしょ。CD をお聴きの皆さん、さよなら。2年へ組担任、愛しくのぞみ役の神谷博史です。さよなら、2年へ組出席番号28番、人を飲み役の新谷涼子です。そしてこの CD 後半のゲストは、皆さんさよなら、2年へ組出席番号21番、きっちり役の井上真理奈です。ようこそいらっしゃいました。いやいやいや、お忙しい中本当にいらしてくださいました。ありがとうございます。何が忙しくないのに呼んでくんなかっただけでも。またまた何をおっしゃってるんですか。最近はどの雑誌見てもどのページ見ても真理奈さん乗っていらっしゃるじゃないですか。気持ち悪いね、写真集ですよ。でもね、とあることを知ってる。マリナはツンデレです。絶対今日はここに来たくて来たくてしょうがなかったはず。なことないもん。だって1時間早く来ようとした。1時間早く会っちゃったもん途中で。あれマリナって言ってたね。そう、駅で遭遇みたいな。そう、あれマリナなんでと思って駅乗って行こう、ふーって、ね、でも結構慌てて出たので、そうだったんだ。あ、やべえ間に合わないと思って慌てていいよってふーって言ってたら、うん、こう涼子さんになんか声をかけられて、おーと思ってびっくりしたんですよ。じゃあ今日一緒だねって言ったら、えって。そうそうそう、キョトンとされて、これマリナ12時からだっけみたいなこと言われて、うっかり1時間早く現場に着こうとしていた。来たくて来たくてしょうがなかった。違うだったらもう最近そうなの、くれればよかった。違う、ほんと。そんなにもこんな放送出たかったんですか。今俺こんな放送映しちゃった。えそれは正しい。いや、そうだよね。出たかったんですが、ずーっと待ってたんですよ私。まあでもそれはしょうがない、南さん家でくつろいでいたからね。とっとことっともね、南さん家出てくれればよかったのにね。そうです。そう、だってあの、なんで出られなかったって、某羊アニメとかぶってたから出られなかったんですよ。では今週、CD 後半の標語、若干疲れ気味ですがどうぞ。絶望ネームシモンさん、その他の皆さんから寄せられました標語、私のドリルがあなたを貫きます。トレパレーションは危険な行為なのでやめてください。
さよなら絶望放送 DJ CD 第4巻後半。この CD はフィクションであり、登場する人物、団体、組織名、かっこいい兄貴は架空のものです。SZBH こちらはさよなら絶望放送です。ミニ番組だけのラジオです。では後半はこの番組から。新番組、三谷家のみなきけ。こちらは普通のお便りを紹介する番組です。番組名はたくさんの方からいただきました。あざーす。絶望ネーム、フリテンリーチ&お悩みレイさんからいただきました。はい、勝手に改造時代からのファンなので、海ちゃんの遺伝子が一番濃いチリちゃんが大好きです、うん、めちゃくちゃ好きです。ありがとう。がそれを絶望好きの友人数人に話したところ、チリだけはないわと一様に鎮痛な面持ちで返されました。チリちゃんはヤンデレじゃないよ、神経質なだけだよと主張しても誰も認めてくれません。絶望しそうです。チリちゃんにもいいとこありますよね。ありますか。どことだ、どことだ。あるよね。あるある、全然ある。どこ。妹系です。妹系です。ああ、まったく忘れてた。妹系です。みんなが大好き妹系です。あ、そうそうだね。妹属性だもんね。みんな妹大好きですから。ああ、そうそうだね、はい、お兄ちゃんだもんね。そうですよ、はい、行ったことあったっけそれ。お姉ちゃんですかね。そもそも。あ、そうかそうか。ジュースでも、はい、ジュース、ジュース何だい。あ、ジュースは、ね、で他には、他に魅力的なところ、いいところ。あ、みんなが大好き黒髪ロングヘアです。あ、そうだ、それは重要。黒髪ロングヘア。でも基本的に絶望先生に出てくる女性とはみんな黒髪ですね。そう、カエレ以外は。カエレ以外はね、うんうん、まあでもロングね、うん、ロングです、うん、結構大変ストレートね、はい、そうですそうです。他にはまだ可愛い声だ。そうそうそう、声が早く自分で声が可愛い。何控えめなんだよそこはよ。押してこそこ、押してこ。でもね、チリはね、確かにね、ないな、危ない匂いがするんだよね。僕好きなの、嫌いじゃないんだよ。うそー、神谷さん前チリないって言ってた。即答だった、言ってた。それはないんだけど、ないんだけれども僕ね、チリ嫌いになれないんだよね。お、そういった意味では女としてはないけどキャラとしては好きみたいな、そういうことですか。いやいや、うん、いや、そうじゃない。そうでもない。待って待って、嫌いになれないのはその後が怖いから。いや、そういうのから嫌った後がね、なんかね、変に魅力的に感じる瞬間があるの。おー、チリは。おお、逆に僕アビルはないわけ。それは昔から言ってるんですけども、アビルはないっていう、ね、アビルは僕的にはあんまりないキャラなんですけど。アビルないんだ。そう、なんで。でもね、チリはありなんだよね僕。チリどうし、ないよっていう風に言っていながらもうありなキャラ。じゃあみんなそこなんだ なんだよ。みんながツンデレなんだよ。チリだけはないわって言ってるその 数人はみんなツンデレなんだよ。ああ、そういうことか。神谷さんと一緒ってことか。そうそうそう、僕はツンデレじゃないけど、うん、でもまあ確かにチリにもいいところありますけれども、ここが素晴らしいですよっていう風にあげろって言われたら、うーん、声が可愛い。あ、声が可愛い。声は最高ですよ、うん、声がかっこいい。チリの声は最高ですよ。まあキリには負けるけど。キリと比べられたらな、ね、なんとも言えないよ、ね、そんなアスカさんと比べられたら困るな。次行こう。はい、絶望ネーム、チリリストのパラソルさんからいただきました。おう、キツチリの声はイメージにぴったりでした。左遷、左遷。ちょっと神経質そうな仕切り屋の顔も、猟奇寸前のテンパってる顔も、まれに見せる夢見る乙女な顔も、いかにもチリらしくて素敵でした。声なんかバラの棺もすごく切なくて、でも聞いているとゾッとする感じがとてもお気に入りです。マリナさんは絶望先生でいろんな歌に参加していますが、お気に入りとかありますか。あ、絶望少女たちということで、結構曲をレコーディングしてるじゃないですか、うん、何曲ぐらい歌った。何曲だろう。私結構な確率で参加してるんですよね、うん、ね、そうだよね。オープニング、エンディング1期は出たでしょ、うん、で2期は、まあ、オープニング出て、あと最後のお守りにエンディングで出たから2曲。あ、あの幻のエンディング ね、そうでしょ。そうそう、ちょっとがんの、うん、伸びちゃった幻のエンディングね、うん、そうね、それで4曲でしょ、4曲でしょ。10曲近く歌ってますよ、ね、私その中で、うん、まああえて1位を決めるんだとしたら、これはチリらしくて私は好きっていう曲があるんだとしたら、どれをあげます。チリらしさで言ったらバラの棺はチリらしいと思うんですけど、でもあの曲としては惚れっぽいがすごい好きですね。惚れっぽいは最高だね。あれはただアスカさんの曲です。惚れっぽいは最高だね。あれはアスカの声を堪能する曲です。あれは最初の出だし来ました。おー、楽
あれさ、だって人中で開いてくださいこの胸をってアスカさんが言うんですよ。言ってるね。開くぜって言うでしょ。なるね。なるでしょ。はい。とすげえな。あれフルバージョンで聞きたいもん。聞きたいね。だね。キリバージョン聞きたいもの。わかる。そうなの。いやー。私が歌った時は先に朝姉が撮ってる段階で、その後に歌って、キリが最後だったんですよ。だからあんな風になると思ってなくって、あれはね、キリがあんな風に歌うっていう知ってたら、私歌わなくていいですって断ったのにと思って。いやー。それぐらい、あれはたまんないですね。絶望、うん、なんだ、大作会、大作会、うん、絶望大作会。ですよね、うん。入ってる曲ですよね。うん、いやー、いい曲多いんですよね、でも絶望多い。確かに。うん。なんか、なんとなくちょっと大敗的な雰囲気が全部、雰囲気があって。うん、あれはいいねー。惚れっぽいねー。でもあれも好きですよ。絶望放送の曲。惚れっぽいいね。惚れっぽいはいい。絶望放送ですよ、惚れっぽい。次行きますか、神谷さん。絶望ネーム、勝手に魔改造さんからいただきました。チリのセリフで、声優なのかアイドルなのかきっちりしなさいというのがありましたが、新谷さんが、これ、マリナが言うのか、ケッケッケ、楽しみ、と笑っていたら、声優シャッフルで、若干、自分が言う羽目になってしまった、と絶望していました。人を呪わば、穴二つですね。よくだ、どういうことだ。ちょっとおいおい魔改造バラすなよ。ヨコタンどういうことだ。バラすなよ。え、なそんなこと言ってないよ。ヨコタン、はい。ヨコタン、はい。これ声優シャッフルの回ね。はい。今やりましたね。第2期の6話ですね。はい。すごい絶望的な回でしたね。はい。はい。これはそういう風に言ってましたね、実際ね。言ってないでしょ、神谷さん。あ、言ってなかったけど。ね、ほら。そうだよね。でもなんか勝手に魔改造さんそういう風になんか勘違いしてるんだけれども。そうですね。じゃあ言ってない。ただ単に。これマリナだよね。あ、ね、なんでどういうことだ。私だって、私声優ですよ。私も声優ですよ。ええ、アイドルじゃないですよ。全然アイドルじゃないですよ。歌ってら、まあまあね、ねね、でもなんかマリナかと思う。全然声優なんで、私別に対話なく、対話なく言いましたよこのセリフ。私だって対話ないよ。うー、多分。私がタイ、何かタイを入れるとしたら、あすいませんって思うぐらいだよね。どういうこと、なんで。私がこのセリフ言った時は。そうだね、そうだね、どっちでもないわ。なんでいいじゃん別に。じゃあ神谷さん、俺は悪魔声優だからな。悪魔声優だからな。初めて聞いたそんな方が。え、なんか、あるよそういう声優だって。アイドル声優がいるんだったら悪魔声優とかいるよ。じゃあ私昔から言ってるけど、私は庶民派声優。パーフェクト声優とかいるよ。すげえ、パーフェクト声優いるよ。それすごい。誰誰、残虐声優とかいるよ。バカだな。さすがに俺は残虐声優までなれないから、悪魔声優で頑張ってる。あれ、悪魔声優は先輩いらっしゃいません？あれ何が、7人の悪魔声優がいるからね。そんなにいるんだ。悪魔多いな。金髪の悪魔が弊社にいるけれども。ねね、そこしかも。まあそれはさておきですよ。これ声優シャッフルをしましたけれどもですね。続さよなら絶望先生、絶望少女選手の中で、声優シャッフルのやつをですね、元のキャストで戻しましたね。元のキャストで戻して、再アップでこうさせていただいてますので、ちゃんと。私いました。前田いましたよ。言っていますね。同じセリフを共有した二人ですが、はい、お互い感想はないですか？なんかさ、一回もうなんかみんなに言ってもらった後からさ、そうそう、なんかさ複雑な感じ、響きがさ前のキャストで聞こえてくるよね。そうだから、あれっぽく意識してやるのかなみたいな感じがしたけど、あ、特に帰れね、やばかった。本当に杉田君を訴えてやろうかと思うけどね。超面白かったな。まあその辺も楽しみにしててください。というわけで以上、三谷家のみなき家でした。三谷家のみなき家は今回で最終回です。今までご視聴ありがとうございました。また来世でお会いしましょう。SZBH、 SZBH、 こちらはさよなら絶望放送です。ああ、もうイライラする。なんで真っ黒な画面にコメントなんかつけているの。さよなら絶望放送はアニメイト TV できっちり聞きなさい。ちょっと、その賛成って言葉は何。コメントするならするで、ちゃんとすいませんって書きなさい。イライラする。この番組ではキツチリさんのようにどうしてもこだわってしまう些細なことを募集します。またここら辺がきっちりできないことも募集し、私たちがきっちりしなさいと叱ってあげます。はい、じゃあまず1つ目、絶望ネーム愛しき叫ぶさんからいただきました。はい、井上まりなともあろう方がアフレコで人間違いを人間違いと呼んだという噂は本当でしょうか。だとしたらまりなはきっちりしなさい。賛成。
まあね、それ以外言いようがないもんね、まあ、だって人間違いって言葉ないもん。人違いでしょ普通は。まあまあね、まあまあそりゃそうだ。しかも漢字で書いてあったからね、人間違いね。そうだよ、それはちょっと人間って一回見たらもうそれにしか見えないよね。そうだよ、うん、だから悪くないもん。気持ちもわかる、うん、まあ、皆さん書いてください。ほら、人間人間違いっていう風に漢字で書いてください。そうだよ、まあ、携帯で打って変換すればいいよ、うん、人間違いね、うん、正解はね、うん、まあそれを、人に下に、まあ、間っていう字がついてるから人間って読んじゃったんだね、うん、読んじゃう、まあ、もうまず人間って読んじゃったらあとは違いしか読めない、ね、もう読めないでしょ。もうそれにしか見えない、ね、人間違いっていう言葉がまずないからね。ないからね、ないからね、ないからね。でも納得しちゃった。人違いだよね、本当に。でも人違いでしょ、まあ、人間違い、うん、人間違い。でもでもね、神谷さん、私本当にあの時思ったけど、マリナンが当たり前のように言うから、私それで納得しちゃったでしょ。あ、そっか、これは人間違いなんだと。で、誰も何も言わないから、もうなんか修正が入ったとか、なんかそういうので、知らないだけかなって。すごい説得力はあったよね、あの時のマリナン。なんか、ちげえなとは思ったけど、まあ、ちげえだからいっかって。でも、絶望先生だからいっかってなったんですよ。そう、でも、でもそう、絶望先生という作品的になんかありそうな、ありそうな言葉なんだよ、ね。そうでしょ、なんとなく。わかる。ないけどね。ないけど、そう、久米田先生作ったかなって思った。作ってないけど、作ってませんけど。先生作ったかな、ほんと一瞬みんなで、えってなって、時が止まってた、あれ、うん、マリナの後ろで。なんかね、後ろでちょっとざわっとして。空気で、空気でざわっとしてた。人間違い。あれあれ、何のことだと思って。慌てて台本見直して、まあまあ、きっちり、今後はね。まあまあ、しょうがない、しょうがない。そうでしょ、はい。続きまして、絶望ネーム、自主規制さんからいただきました、きっちりしなさい。はい。先日、友人がかなり真面目な表情で、あなたにその服は似合いませんねと、その服にあなたは似合いませんねって、どっちの方がより失礼かな、と聞いてきました。その後、小一時間ほど議論しましたが、結論が出ませんでした。一体どちらが失礼なのか、きっちりしたいです。ははー。あなたにその服は似合いませんね。その服にあなたは似合いませんね。まあ基本的に失礼なものの言い方なので、どっちがより失礼とかっていうのはないと思うんですけども。だってどっちにしろ似合わないって言われてるんですよ。そうだね。例えばこのあなたを、まあマリナに置き換えてみましょう。おい、マリナにさ、その服似合わないよね。ショック、ショック、ショックだよね。ねえ、ショックだよね。あ、じゃあパターン2。その服にさ、マリナ似合わないよね。ショック、ショック。同じ。変わらないよ、変わらないよ。これ言われてることは変わんないもんね。すいません。でも、でも、うん、あなたにその服は似合いませんねの方が、うん、マリナ自身を大事にしてそう。マリナその服似合わないから他にもっといいのあるよ。って言ってくれて、そう。でもその服にあなたはだったら、いやちょっとその服には早いでしょみたいなこと。いやごめん、ちょっとわかんない。俺もうマリナは何着てもなんか似合う感じがするの。それはわかります。だからよっぽどすげえ服を想像したんだ今ね。アメリカの国旗みてえな。キノクだ。そうそうそう。着てみたい。アメリカの国旗になんかこう毛がふさーって生えてるみてえなやつ想像したけど、それさえもこいつ着こなせんじゃねえか。おかしいでしょ。なんかちょっとね。もうマイケル・ジャクソンのスリラーのフォーみたいな服もあいつ着れんじゃねえみたいなちょっと思ったね。着たみたい。でも着れそう。それさえもなんか着れそう。おかしいでしょ。そんな着れないね。みんな似合わないね。いやそれさえもなんか。いやいやいや、マリナはいけるよ。どんなだ。どんな人間だ。いけるよ。ちょっとマリナに置き換えたのはまずかったかもしれないけど。じゃあ私。はい、何ですか。置き換えればよい。じゃあパターン1。はい。りょうこちゃんにさ、その服似合わなくね。ムカつく。じゃあその2。はい。その服さ、りょうこちゃんには似合わないよね。どっちもイラっとくるね。でしょ、ほら。言い方なんじゃないかな。ね、言い方だと思うよ。りょうこちゃんさ、その服はあれだよね。ちょっとだけさ、あんまりなんか合ってない感じするよね。すいません。そう。やっぱダメだよ。どっちにしろダメだよね。やっぱりそのセンスの問題だから、結局ダメなんだよ。新鮮だね。とか言えばいいんじゃない。そうだね。もし言うんだったら。ね、でも、うん、でも2号してるからきっちりはできない、ね。まあきっちりはできないよね。きっちり言うパターンで判断ってことだもんね。うん、まあどっちも失礼ですよ。そうだよ。ぶっちゃけ。うん、で今このだって少なくとも自主規制さんは小1時間このトークで盛り上がっちゃったわけでしょ。そうですね。で僕らもそれになっちゃうから、はい、この CD がそれだけでパンパンになって、それは嫌。斎藤千和がいなかったことになっちゃう。いやーもう削られちゃう。ダメだよ。ダメダメ。なので。以上以上あなたの話題以上です。
じゃあ次。どっちもどっちです。はい。絶望ネーム、立花さんからいただきました。はい。マリナさんといえば、久米田先生が某羊アニメに送り込んだスパイとして知られていますが、具体的にはどのような活動をされていたのでしょうか。きっちり教えてください。うん。そうなんです。何これ。あのですね、某羊アニメに私は出てるんですけど、うん、そちらの情報をですね、どうやら久米田先生に流している。うん、あいつスパイだと。それをしかも久米田先生がマリナを送り込んでいるというふうにファンの皆さんは思っているんですよ。はあ、で、それを久米田先生も、うん、巻末の日記みたいな、あれで書かれてて、ね、私コードネームきっちりって言うんですけど、どうやら、うん、言われたことないんですけど、ご本人には。はいはい、でもね、私あっちに出てて、うん、そっちでも、あちらもちょっとその、ネタが多いアニメなので、うんうんうん、そこでちょっと絶望先生の、うん、ネタが出てきたんですよ、うんうん、なのでその時に今回こっちのアニメ、うん、絶望先生の話題出てますよみたいなことを、うん、久米田先生にご報告をしたら、うんうん、お諜報員よくやったみたいなメールが返ってきて多分そのやり取りなんですけどそれをそのあそこに書かれたばっかりにはいはい、はい、こう読者の皆様はあいつスパイだみたいなまあスパイも何もな、でも私が勝手に、うん、あこういうネタありますよみたいな風に送ってるだけなんで、うん、別にスパイでも何でもないですし、うん、久米田先生が送り込んでるわけでもないのでそこはですねきっちりちゃんとこの辺皆さんに言っとかなきゃなと思ったり、まあ、そういうプレイね、うん、プレイそういうプレイをしていた。スパイプレイ、まあ、そういうプレイをしていた、ね。情報インプレイでしょ、うん、そうですね。だって他にもさ、顔の丸いパフスリーブしか着ないさ、なんか、誰だいるね。女性生産いるじゃん。丸い顔した子が。うん、その子。基本好きなものカロリーな子。でしょ、うん、あれああ。ああ。ああ。もうだって両方出てるでしょ、うん、そう、あ、そうです。はい。顔の丸い子がいるじゃない。そこ強調か。ちょっと答えにくいけど。そうするとなんかもう一人で言いそうな絶望キャストの顔が丸い人は。だっけうん。ああ、両子なの。ああ。うん。うんということで皆さんあスパイじゃないですよ、はい、はい。なので気をつけてくださいということで皆さん、きっちりしなさい SZBH SZBH こちらはさよなら絶望放送です。私のようなものが番組を持ってすいません。こちらは加賀愛さんのような加害者意識を募集し私たちが代わりに謝ってあげる番組です。はい。一通目、絶望ネーム、新しいタイプの野蛮人。すいません。防水携帯でも、水につけるのは怖くてつけられません。すいません。すいません。怖え。これ怖いよ。できないよ。もう携帯電話は、今の現代人にとって第二の脳なので。わかります。それ。これを失うと大変なことになるんじゃないかっていう。大変です。でしょ？大事件です。私、この間、料金を払い忘れてて、止まってて、接続できません接続できませんばっかりになって、お自分よりも電車が電話がかけられないと思って、怖い、それは怖い、まあ、ドコモショップ持ってったらその料金払い忘れですよみたいなことになって、あすいませんお金払いますって言って払ったんですけど、ないと困りますよ。困るよね、だって仕事一つできなくなっちゃいそう。そうだね、10年前は持ってなかったんだよ。でもまあね、そうなんですよね。それで成り立ってたってことなんですよ、ね、怖くねえそれ考えると。そう、この10年であの携帯電話ってやつがうわーっと下手すると1人1台以上持つ生活になってしまったわけですよ。あいつらなんかエイリアンとかそういうのなんじゃねえ。そうそう考えるとでもちょっと怖いし、ちょっと面白い。面白い。携帯がこう虎視眈々と地球を狙ってる。うわーそれだ、あのディレクターが欲しがっている変形する携帯だ。そう、生命体なんだよあいつらは。きっとでも投げるだけじゃ変形してくれないっていう。変形しないよね、喋んねえのな。そうそう、あいつら喋んないんですよ。喋るかと思ったのにつって、構成 T に当たり前だろって言われて小学生かっていう。そうです、まあ喋っちゃったらほらその計画もバレちゃうかもしれない、まあ、そうです、喋らないようにできてますよ。でもわかんねえよ、これから携帯電話そういうふうになっかもしんねえかな。うーん、携帯性からやってきた我々は携帯人だみたいなやつが今までお前らに安直な名前すぎますか。携帯性からやってきた携帯人、うん、人やん。微妙に佐野助とキャラ被ってたごめんね佐野助。まあ別にいいよ。そんなことで俺は怒らねえからな。佐野助意外と渋いね、キャラなんです。佐野助 DJCD でもちゃんと喋っとかないとギャラ出ないからね。おっ、わかったわかった、喋るぞ。うん、そのギャラ誰に行くの。頑張る、ね、そのギャラ誰に行くの。佐野助のギャラ、それは俺は涼子のものだからな。本当に。ああ、涼子に行くぞ。私二人分もらえるの。それはあの偉い人たちの、かわいい、偉い人たちの、偉い人たちの。3回言った。大事なことなので3回言いましたよ。うん、よろしく頼むぞ。よし、じゃあ次行け。はい、じゃあ2丁目行きます。はい、はい、絶望ネームメゾン日暮里さんからいただきました。すいません、間違った見方でファッションショーを見てすいません。
でもモデルさんのおっぱいが透けてるのって見ちゃいますよね神谷さん。俺まあまあまあそうでしょうね。まあまあな。まだ見んのかお前は。ああ見ちゃうよね。サノスケはあんま興味ないの。俺か。俺は聞くなよ。聞かんでくれよ。そういうことは武士に聞くな。え武士じゃないんだっけ。武士から。まあまあまあ武士。武士じゃない。いや侍に聞くな。そういうことはな。喧嘩や喧嘩や喧嘩屋に聞いたらいかんぞ。そういうことはいかんざき。違う違う違う。そうでもいい。それは全然違う。すいませんでした。はい、流行語ね、そうね。はい。マリナ、マリナ、違う、聞いてるんじゃないの。一歩ぐらい。その人形遊びをしてる神谷さんが可愛すぎて今ちょっとキュンキュンしてたんです。神谷さん、神谷さん。あ、人形遊び。お人形遊び。おっぱい見るでしょ。おっぱい見るよ。これ透けてるって。まあ、見るな。見る見る。だから壮絶らしいね。ああいうファッションショーの裏方って裏側ってもうすぐ着替えなきゃいけないから、うんうんうん、本当にもうほとんど全裸みたいな状態で着替えるんだって。もうんうん、もう男性スタッフ、まあ基本的に女性スタッフが多いんだろうけれども、もうそんなの関係なしに。もうだからそういうのでも感じないらしいですね。もう完全にお仕事だ。うんうんうん、もう関係ない。本当にもうだからモデルさん。歩く招きみたいな感じだし、うんうん、すごい厳しいらしいけどね、モデルさんの世界もね。だからそういうやらしい下心を持ってファッションショーを見てはいけないんですよ。分かった佐野助。うん、分かった。これからはそういう目では俺は見ないぞ。こういう目で見る。変わってないし顔の形で変わってないよ。分かった神谷さん。うん、分かった。はい、次行くよ。はい、はい、おっぱいつながりです。絶望ネーム下道選手さんよりいただきました。すいません、あすみさんの胸を1回500円で揉んだ上支払いを踏み倒してすいません。すいません、私です。おいおい、あすみさんどこまで出てくるんだ。あすみさんって、うん、たまにこの番組で名前が出てくる、日だまりスケッチのあすみかなですね。かなさんですよね。はい、はい、何500円で。何、そんな500円で安いじゃん。それはしかもない。踏み倒したの。500円なんて言われたことないよ。おはようあすみパフってやるけど。でもそんな感じですね。そんないいよ。そんないいね。すごい、すごい、すげえよ。もうね、もうプニップニプニップニ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 プ5万で1回じゃないの。え、いやだって5万でしょ、うん、5万で1回じゃない。だって500円で1回なわけだよ、うん、5万だったら100回ですよ。そのままこうずっと揉み続けられるんだよ。それは、はい、さよなら絶望放送。あーいやー手が神谷さん手が今のダメだよ。最低。今のダメだよ。最低。今横だったからね。今スタッフからの最低って来た。今来た来た。だってこういうことだよ。横だよ。今横だよ。そういうことそういうこと。ひどい。もうなんか上の空やん。仕事すぎないやん。最低。させーさせーみたいな。最悪な行為だ。最低最低な現場だ。ちょっと待ってください。今最低って言いましたけれども、今マリナはやってたからね。やってたよ。やられた。おそれは最低じゃねえのかよ。うん、今ラジオの本番中で今お金が発生してる最中なのに。マリナは、うん、リョウコちゃんのおっぱいを揉んでるわけじゃないですか、うん、にもかかわらずお金もらってるわけでしょ、うん、おかしくね。そんなおっぱい揉んでお金もらえる商売だったら俺やりたいですよ。 それは多分同性だからできる。そうですよ。うわ、同性。だってちょっと待って、逆に考えて女子から触られながらラジオやるって言われたらちょっとどうする。困るでしょ。夢が広がる。じゃあ男性の胸を揉みながらは OK なんじゃないですか。あ、そうだよ、スイダさんとかも、うん、そうですよ。横に座らせてこう揉みながらは別に。それは嫌だ。じゃあ佐野助、うん、佐野助か。柔らかいし。もうすげえ。ちょっと嫌だね。いい。そうはいえごめん、ちょっとね佐野助。もうちょっと待って。お前やめろよそんな触り方。ああダメだ、力が抜ける。お前こっち弱点だったの。最低すぎる。お前ダメだ、そういうことすんな。頑張る。神谷さん、神谷さん、はい、どこら辺からこれ道を間違えたんでしょう。私たち、あ、でも一応言っときますけど、あすみさんの胸はですね、誰でも触れるわけじゃないですから。まあ、そりゃそうだ。はい、そこを気をつけてくださいね。本当に心よりお詫び申し上げます。はい、本当にすいませんでした。では最後にお詫びを。すいません、こんな CD で本当すいません。最悪でしたね。本当すいません。SZBH、SZBH、こちらは。
そろそろ人生もこの CD の後半もおしまいです。はい、はい、散々ですね最後に妙な盛り上がりを見せてしまったこの DKCD なんですけれども、珍しい方向に行きましたね。そうですね、マリナ本編の方にはなかなか来てくれませんでしたが、ね、DKCD の方で来てくださいまして誠にありがとうございました。そんな顔すんな。本編に従ってです。まあ、まあそうだね、まあね、まあ本編の方もあとちょっとだけ続くみたいなので、ぜひ機会があれば来ていて、遠い目をしない、ごめんなさいごめんなさい、ヨコちゃん遠い目をしないでください、はい、あとちょっとだけだからね、はい、もうちょっとだけ我慢しましょう、はい、もうちょっとだけもうちょっとだけって言われながら続けてるんですよ。あ、じゃあずっと続きますよ。いや続きません、絶対終わりです。まあでもあと1回ぐらいマリナくれるんじゃないかな。そうだね、本当に、うん、はい、じゃあ開けときます。ぜひ来てください、うん、はい、よろしくお願いします。ぜひね、はい、ご協力ありがとうございました。ではこの CD はここまで。担当は愛しきのぞみ役の神谷博士と、紀藤奈美役の新谷涼子と、キツチリ役の井上まりなでした。それでは後半のお別れの一言、絶望ネーム本名竹本さんのリクエストで、誰かに取られるくらいならあなたを埋めていいですか。さよなら絶望放送 DJCD 第4巻後半。この CD はフィクションであり、登場する人物、団体、組織名、天城峠は架空のものです。音ブログ、絶望反省会。こちらは CD だけの特別番組です。大変残念なことに絶望放送が4枚目の CD になってしまいました。お買い上げくださった皆さん、本当にすいません。せめてものお詫びとして、この番組では35回から40回までの放送を振り返り反省してみたいと思います。思います。まず一つ目、第35回、2008年4月30日更新、歌は土曜に青ざめる。完成した主題歌を本編で流さず、作曲家のローテックさんはブログで絶望。特番、さらば佐野助放送は、佐野助にかこつけて神谷さんいじめの番組に。主題歌。はい。ああ。はい、主題歌。絶望放送の主題歌の話はこの辺でしてるんだ。そうですね。ははー、そうですか。今年の4月30日の段階で、完成したんですね。はい、そうですね。まあでももうここで35回だからね、すでに、うん、35回で主題歌を。どうして？わかんない、もう未だにいろんなことが闇の中です。なんででしょうね。まあ実際、実は犯人は上がってるんですけど、ね、ちょっと見えてきたって言ってましたもんね、はい、そうなんですよ、いろいろね、いろいろあってその犯人を上げられないんですよ。神谷さんまで闇の中にちょっと、はい、入ってしまったんですか。もう絶望の黒い霧です。怖い。さらば佐野助放送やりましたね。やりましたね。佐野助大活躍です。大活躍です、ね、これからも頑張れよな佐野助。お、分かったぜ。まあ、力強いお言葉いただきました。ありがとうございます。続いて第36回2008年5月7日更新分、抜きは無慈悲な夜の女王。絶望先生の打ち上げに神谷さんが遅れたのは、丸二つのアニメの打ち上げに行ったからという噂を否定する時間さえもらえなかった。あと変態仮面の彼女さん、別れて正解です。こんなとこでもね。あ、そっか、ちょうど2期が終わって打ち上げのあたりだったんですね。あとですね、これね、多分ね、まあ失業パーティーに行ってという話をしたのかな、はい、そうです ね、 ね、うん、まあ、その後就職活動を今してるんですけれども、はい、まあ、なかなか新しい就職先にはたどり着くことはできず、嘘だ、現在に至るなんですけれども、嘘だ、まあまあでもね、はい、まあ、失業パーティーでしたもんね。失業パーティーでしたよ。そうです、ね、ちなみに丸二つのアニメの打ち上げに行っていたわけではありませんからね。ドラマ CD の仕事に行っていて、終わってすぐに絶望先生の打ち上げに行ったら、神谷さんもう終わりですから締めのコメントお願いしますって言われて、わけわかんないまま、ああ絶望したみたいなこと言って、おー、楽しみだった。じゃあ、あの、神谷さんお疲れ様でしたみたいな感じでした。はい、そうでしたね。はい、その後、うん、丸二つのアニメの打ち上げに行きましたけどね。お疲れ様でした。三次会でした。続いて第37回2008年5月13日更新、私服の似合うエレクトラ。希望佐野一、紀ノ国屋役の寺島拓馬さんがゲストに、
馴染みすぎてゲストの印象がありませんという感想メールが届いたことは寺島さんには内緒です、はい、残念なことに非常に馴染んでいましたね彼は。そうですね、ねえ、びっくりしましたね。希望だったにもかかわらずこの番組にうっかり馴染んでしまうという、かなり悲しい感じなんですけれども、そのことは絶対寺島さんには言ってはダメですよ。皆さん、そうですよ、よろしくお願いします。頼みましたよ。続きまして第38回2008年5月20日更新、はい、昨日の旅、はい、ディレクター味噌汁にキュウリはゲロまず、神谷さん石川県にパソコンはないという、ほら新谷さんと寺島さんの故郷への暴言、追い詰められた副監督の達和さんから謝罪メールが届く、そうですね、こらこらこら、味噌汁にキュウリはゲロまず、そんなことない。あ、キュウリが違ってたって何、今ディレクターからのエクスキューズが入りまして、なんかキュウリが違ったと、入れていたキュウリが、うちのキュウリはどうやら細いキュウリを入れていたみたいですと。でもキュウリはキュウリでしょ。うん、でも太いキュウリ、まあ、皮野菜ですから、じゃなくて、あの細いキュウリもゴロッと切っちゃえば変わんないんじゃ。ねえ、結局ゲロマズはゲロマズなんじゃないかな。そんなことない。あとね、それは変わらないですね。あと石川県にパソコンないですからね。ある、達和さんから謝罪メールが届いていました。達和さん、はい、相変わらず聞いていますか。ねえ、現場で最近ずいぶん渋い顔をなさっていた印象がありますけど大丈夫ですか。笑顔を絶やさずにこれからも頑張ってくださいね。では第39回2008年5月27日更新、レッツプリキュラジオ、寄せばいいのにまた番外編、原作では2ページ、アニメでは3分ちょっとしかないリリキュアを43分のアニラジにするという無謀な企画、リスナーに中途半端に受け入れられなんだか二重の意味で絶望。やったね、リリキュラジオ、バカじゃないの。いやさあれ、ね、最悪だったね、これね。あれね、うちのパソコンにですね、あの台本が送られてくるんですけど、うん、あれだけはね消してしまいたいのに消せないんですよね、あの台本ね。まあよくできてたからね。そうなんですよね、あの設定っていうか、そうですね、あの皆さん、脳内キャストとか、そうですね、あの皆さんにはなかなか伝わりづらかったですけれども、はい、実は1話とかのですねストーリー概要みたいなのが、そうそう、シナリオみたいな感じで、そうそう、シナリオみたいな感じでペラ1ページでぎっちり書かれてるやつを構成 T が構成しまして、はい、すごい時間かかりましたと嬉しそうに語っていました。はい。そんなところに時間かけちゃって。かけましたね。あんまり内容を触れられてませんでしたけれども。はい、なかったんですけど、ね。残念ながら。すいませんね。すいません、ね、本当に。まあ、何らかの形で生かしましょうかね。あ、また浮かさなこと言うと大変だからね。そうです。生かしますん。はい。うん、続きまして、はい、第40回2008年6月3日更新、脇見下もうことなかれ、2本撮りの前半に番外編を撮ったため2人のテンションが妙にハイに、第2回絶望レジー賞発表、あたなが変態仮面から本気で絶望しましたというメールが来ましたが知ったことじゃありません。そうだったんだ。なんか変態仮面結構あれですね、うん、この辺はフューチャーされましたね。そうですね、まあ、あだ名が変態仮面の彼女さんからのメールが結構来てて取り上げられていましたが、そうですね、つい先日更新されたやつでは、元あだ名が変態仮面の元彼女、はい、でしたね。名前変わってましたね、チラッとね。ちょっと変わってましたね。まあ絶望から希望へ、そうですね、華麗なる転身なんじゃないですかね。うん、まあ、ただ私が見た感じだとまだあの二人はラブラブに見えるのはどうしてでしょうか。気のせいですよ。気のせいですかね。希望と絶望は背中合わせですよ。そうですね、はい、本当にその通りですね。なので、まあ、仲良きことは美しきかなということです。我々もこれからも仲良くしていきましょうね、はい、よろしくお願いします、はい、まあこんな放送が正直1年近く続くなんて誰も予想していませんでした、はい、本当に予想していませんでした、はい、はい、ディレクターも今本当にと言いました。はい、なんつうかこうやってて私たちは信用してないって感じ、はい、予想できてない感じですね、はい、でも安心してください、うん、もうちょっとです。もうちょっとでこの苦行も終わりです。トンネルを抜けるとまたトンネルだったなんて、そんなはずありませんものね。まさか続くなんてありませんよね。
ないですよね。ないはずです。泣いてるのか笑ってるのかどっちだあれ。みんなが泣いています。よく考えてみてください。僕らにとって、そして皆さんにとっても、続く方が絶望的だもの。絶望した。存在感が薄いくん。絶望ネーム、一人が一番楽。カラオケ屋で一人でおたげをします。はいはいはい、あいあいあ。絶望ネーム、不似合いのカップル女性。レストランで彼氏と別の席に案内されました。なわけねえだ。絶望ネーム、放課後わかめかっこメスかっことち。母が電話で、うちの子って観葉植物みたいなのよと言っていました。絶望ネーム、世界中アウェー、二人三脚で補欠でした。絶望ネーム、こんにゃく風呂。俺に温かく接してくれるのはお前だけだな、便座。絶望ネーム、ムーチョパー。親に飼い犬の名前で呼ばれました。間違えられてる。でもよくあんだよ。絶望ネーム、私は天使過去メス過去閉じ。お母さん、それ妹の名前だよ。兄弟の近藤さん。絶望ネーム、私は天使女。私の席に座ってる人誰？